地元の木材を活用してラケットブランドを立ち上げました。新しいスポーツと地域の宝を発信するご夫妻を紹介します。グッドラックストーリー。陸前高田市で林業と木工業を営む平山奈緒さん、智香さんご夫妻は、昨年ブラジル発祥のスポーツフレスコボールのラケットブランドトリルを立ち上げました。フレスコボールってどんな競技なんでしょうか？対決ではなくて羽子板みたいな、ラリーどれだけ続けられるかっていうスポーツなんですよ。子供が体験来てくれてボール打つだけで楽しんでくれるんで、誰でも楽しめるスポーツです。2017年、ご夫妻で東京から移住、地域おこし協力隊として活動していましたが、ペアで楽しむスポーツに魅了され、地元の気仙杉を活用したラケットを作り始めました。地元の木使ってラケット作れたら面白いねっていうところから始まりました。制作者側でハマってっちゃってちょっとずつ改良して、みんながそれなりに使えるかなっていうものができたので売ることにしました。トリルブランドは気仙杉モデルや高反発モデルなど5種類。気仙杉は木目や色合いが美しく、軽く加工しやすいといった利点があります。白身と赤身っていうのがあるんですけど、赤身がすごいピンクがかってて綺麗な色合いになるのと、温かみがあって柔らかさを感じる。いろんな木試してみたんですけど、重さのバランスとか厚みのバランスとか、気仙杉がマッチしてて良かったです頼んでくれた人がこう喜んでくれるものを作れたらいいなっていう、楽しんでこう長く続いていけばいいなと思います。自らもフレスコボーラーとして活躍する平山さん、昨年開催された陸前高田カップではベストラリー賞を受賞しました。これからもプレーを楽しみながら気仙杉の発信に力を注いでいきたいと語ります。フレスコボールの輪も一人でも多くの人に楽しんでもらいたいですし、先人たちが植えた杉の木がいっぱいあるので、思い引き継いで誰かの手に渡ったら嬉しいなと思います。気仙杉でフレスコボール、ご夫妻の思いは一つです。フレスコボールを始めよう。グッドラック。楽しい時間を過ごしていただけるよう、笑顔と思いやりを大切にします。この番組は幸楽の提供でお送りしました。次回はこの方のグッドラックストーリーをお送りします。